皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。今日はですね、こんなものをご紹介したいと思います。こちらです。じゃーん。はい、これ山崎の薄皮のシリーズですね。で、これ薄皮のシリーズなんですけども、ローストアーモンドクリームパンという、ものです。どんな味なのかすごく気になります。この薄皮シリーズ美味しいですよね。レギュラーのシリーズの中だと私クリームパンか、あとはあんパン、粒あんパンが好きです。たまにあるコーヒー味とかも好きなんですけどもね、こちら、ローストアーモンドクリームパン食べてみたいと思います。アーモンドのパンってどんな感じなんでしょうかね。ピーナッツクリームだったらね、想像できるんですけどね、アーモンドですからね、どんな感じなのか楽しみです。じゃあ開けてみますね。この薄皮シリーズ5個入りで、サイズもね、ちっちゃいですから、小腹が空いた時とか、おやつとかにもちょうどいいんですよね。はい、というわけで、こんな感じの内容です。はい、こんな感じです。じゃあね、ちょっと食べる前に割ってみたいと思います。どんな風になってるのかな？中身は、はい、こんな感じですね。そうですね、色は、まあ普通の、アーモンドというかね、まあそれこそ普通のピーナッツバターの色にも似てますけども。で、アーモンドの香りがします。じゃあね、早速これ食べてみたいと思います。ローストアーモンドクリームパン、いただきます。アーモンドそのもの、濃厚ですね。クリームパンのアーモンド味で濃厚バージョン、まあそんな感じの味ですね。美味しいですね。はい。美味しい。結構ね、濃厚です。なので喉が渇いたので、はい、お茶を持ってきました。美味しかったです。本当に今日はこれだけの動画なんですけども、というわけで今回はですね、こちら、山崎の薄皮のシリーズから、ローストアーモンドクリームパン、こちらご紹介させていただきました。残りもね、後ほどゆっくり食べたいと思います。私はこの味結構好きだと思うんですけどもね、おすすめしたいと思います。ぜひね、コンビニとかスーパーで見かけたら手に取ってみてはいかがでしょうか。あと他にもなんか薄皮のシリーズおすすめの味とかあったらぜひ教えてください。というわけで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ。